阪神戦やるよ。意外と今回その前のラウンドから時間はあったんですけど、負けなしのレジットさんってことで、まあ、完成度を上げることを最初は優先してたんですけど、なんかやっぱり冷たくなっちゃうというか、やっぱどうしても勝ちたいんで、なんかギリギリまで強い作品にしたいっていう、こうかくちゃんとかの思いだったり、まあ、僕たちの気持ちもあるんで、なんかギリギリまで試行錯誤していい作品にしている感じで、結構まあギリギリっちゃ意外とギリギリみたいな状況になってます。まあ、今シーズンはとりあえずやりきるっていう自分の中で決めてはいるんで、なんか本当 CS までなんか逆にこうゴールが見えてるというか、 CS まで持ってくれればあとは治療に専念できるっていう感じなので、なんか今は CS まで頑張ってくれって感じです。なんか前角川さんにも勝利した回があったと思うんですけど、強いって言われているレジットさんとか角川さんを倒すっていうのはやっぱり CS に向けてもいい流れだと思うので、明日は絶対レジット倒して CS 進みたいと思います。頑張ります。まず頭のモニュメントのところからファミリーを取って 4.5 これ久しぶりにステージに立てるので楽しみです。緊張はあんましてないんですね。入り組んだ構成で結構昨日とかも結構パートごとに変更がいろいろあって、今はカウント覚えるのでパンクしそうです。リン君は同い年なんですよ。でもなんか同い年に見えないぐらいすごい大人です。落ち着いててしっかりしてて何でもできてすごいすごい尊敬します。明日ラウンド13勝って CS 決めたいなって思います。シグネチャーのルーティンを今回エイトロックスのメンバーだけでやるっていう流れで、バク宙をこう補助みたいな感覚で押す、胸を人の足に乗っけて側宙するっていう、こう2個で1つのルーティンが2つ立て続けにあるこのモンストっていうルーティン、かなり繊細なんで念入りに確認をしているっていう感じです。モータルコンバットのリンです。よろしくお願いします。明日本番に本番なんかなってぐらいの感じで、東京でこうやって長期にわたってお仕事をさせていただくっていうのも初めてやし、前回賀来さんにチケットいただいて見に行かさせていただいたんですけど、それまではもうオンラインでしか見たことないし、話聞いたりとかっていう部分でしかこう知る機会はなかったんで、まさか自分が出るとはっていう感覚でした。緊張もありつつ楽しみです。でもいい緊張だと思うんで、しっかりこう組織としてっていうか、なんかこう集団として成り立ってるというかっていう、なんか歴というかそういうのをなんか感じましたね。最初の練習の時は賀来さんはもうずっとダンス始めてすぐぐらいからずっと教えていただいたりとかずっとしてた方なので、ずっとこう進行あるっていう感じです。僕が持ってる技を結構フル活用みたいな感じなんで、一個はショーケース。他にも見どころはありますが、まあ僕が見どころかと思います。でもほんまに全部構成とかスキル一個一個がしっかり見せどころになってると思うんで、全部注目して見ていただけたらと思います。まあプレッシャーかかりますよね。すごいとこで
呼ばれたなとは思うし、まあ、でもその呼ばれたからには僕も最大限に力を出せるように頑張りますし、いいプレッシャーなんかなと思います。緊張もあってこそで本番しっかりカウントすると思うので、D リーグ全体を盛り上げれるように頑張りますので、すごいよろしくお願いします。頑張ります。心境としては僕たち今全体のトータルランキングが5位っていうところなので、例えば自分たちの結果が出なかったりとか下位のチームが上がってくるっていう可能性もあるので、やっぱり全く気が抜けない状態っていうところなので、なんかこう制作期間は長かったというものの絶対落とすわけにはいかないって時に、なんかいろんなことをやっぱ考えていったら、なんだかんだやっぱ時が過ぎるの早くて、もう前日になったっていう気持ちですね。今僕が自信持って、今まで自分がダンス20年以上やってきた中で、今自分がここに存在するのはそれまでの経験があったからっていうところなんで、この経験をこのラウンド13大事な一面で出せるっていうのは、まあワクワクもしますし、めちゃくちゃ不安もありますし、すごい今いろんなその自分の中の感情がなんか揺れ動いてる数週間です。もう誠実な努力家ってやつ、彼はすごいマルチだなって思うんですよね。今こういう大舞台にも彼は絶対に決めるってい う, もう意思を持った男なんで、毎回ショーの時とかはかましごいていたらちゃんと期待に応えてくれるんで、どの局面にも本番強くやってくれる男と信じてるんで、うん、僕はもう彼のこと安心して、でこんなやつが俺のチームにはいるんだぜっていうところを本にも知ってもらいたいなって思って、今回彼を召喚したわけですね。この D リーグを勝つために本当にしっかりと勤勉した AI のような存在かなって思ってます。まあ僕らはもう人間で戦おうぜっていう気持ちですね。まあめちゃくちゃ今ノリに乗ってるところなので、がっつりそこを凌駕できるように戦いたいなと思ってますね。明日は最終6マッチなので、しっかり皆さん誰よりも声上げて、もうこの大事な一戦絶対落とすわけにはいかないんで、みんなでがっつり勝ち取りましょうっていう気持ちです。おはようございます。お願いします。賀来さんと一緒にちょっと体をケアしに行って、でそこからはゆっくり出ました。まあバッチリでしょう。はい。もうとりあえずできることはやったんで、今日はぶつけるだけだと思うんで。いや、まだ全然大丈夫です。本番舞台だったらどうなるかなって思ってますけど、とりあえずゆっくり冷静に頑張ります。おはようございます。今日ですか。今日はちょっとそわそわしてましたね。なんかいつもはちょっと考えなくていいぐらい夜になるんですけど、ちゃんと考えてました。ゴールが見えてるというか、CS が目の前なんで、まあそこら辺の心境はちょっとだけ違います。頑張ります。あ、いや。おはようございます。やっと来たなっていうか、今回いろいろ偶然なことも重なってきて、自分的には最終全然それを考えてなかったんですけど、なんかいろいろ重なってるなっていうのは振り返ってみたら全部つながってきたんで、うわ、なんかそれでこのタイミングでこのラウンド13このシグネーチャーっていう回できてよかったってもうすでに思ってます。こう今回 SP でリンも出ることなんで、彼らには負担はかけたくないなっていうのもあるんで、できるだけいつも通り出せるように頑張れよっていう気持ちで、まあ見送ってっていう感じなんで、まああとはもう本当に相手次第やなってのもあるんで、うん、気になってしゃあないです。衣装の中にもヨスピンがグラビティでデアトゥデュハっていうふうに書いてくれたんですけど、それは人と違うことを恐れるなっていうところを結構自分たちチームのモットーとしてやってきたので、なんかやっぱそれでなんか他とは違う戦い方で今自分たちが築き上げたんで、そこをこのタイミングで
この D リーグで打ち出すっていうところをやっていくっていうところが結構今回の、まあ、文庫カラーを出すところかなっていう。衣装の中のデザインの部分部分に実はそれぞれこう今回、まあ、サポートしてくれてるメンバーであったりとか出てるメンバーもみんなで形をそれこそはめていって、ここのロゴ、グラフィティに関してはリョウスピンで、腕のロゴに関してはレイビーが今シーズンヘッドライナーラウンド1の時に壁画で描いてたやつをちょっとアレンジして腕の部分に袖に入れたりとか、よく見てみるとこうロゴの中に写真が埋め込まれてるんですけど、数々の写真っていうのはこうはるかが舞台袖から撮ったりとか、そういうところがこうここに施されてみんなの思いが詰まってるっていうところが結構やりたかったんで、なんかそれで全員で戦ってんねんぞっていうところで今回の衣装にもそこを落とし込んだっていうところもあるので、なんかそこはしっかりとチェックしてほしいなっていうのがありますね。前シーズンのこの2223シーズンの時のラウンド8で SP として参加していただいた、まあ、一撃のカッツさん、彼は B-Boy でありながらも 1GK というロックバンドのグループの活動をしてまして、今回そのカッツさんに楽曲をお願いしたところで、やっぱりね、あの時すごいカッツさんがこう練習参加してくれて繋がったご縁っていうのを僕はやっぱりどうにかこう新しい形っていうかまた違った形でも今シーズンできたらなっていう時に、まあ、今回カッツさんに楽曲をお願いして、あの時勝てなかったこのリベンジっていうところを強敵相手に、まあ、やっぱり楽曲でもリベンジをやりたいっていうところもあったんでカッツさんにお願いして、まあ、ロックなんですけど、まあ、ブレイクビーツに近いところで自分たちも踊りやすい作品っていうところで、あとはなんか緩急ですね、起伏のある楽曲っていうところで自分たちのスキルを乗っけていくっていうところをより見てる人たちにも分かりやすくっていうところも作り込んだので、まあ、そこは結構注目してほしいなっていうところがありますね。相手がすごいやっぱ強敵なんですよね。でも僕たちはこういう大きな立ちはだかる壁っていうところを越えてからこその自分たちが愛してやまないこの B-Boy のスタイルをこう世にレプレゼンできるんで、とにかく全部出し切ってくださいっていう気持ちで僕はサポートさせてもらいますので、皆さんぜひねこのまま続くんでこれからも応援お願いします。なんか無です分かんないです、なんかいつもとちょっと違う空気な感じします。いつもはもうなんかちょっと緊張しかしてないんですけど、今日はもう不安しかなくて緊張にまでもう行ってないって感じです。それと昨日で結構変更が結構いっぱいあったので、それをミスなくこなすことを精一杯今日は頑張ろうと思います。練習終わってから練習しました。不安すぎて家でも練習したし、今日も朝家で練習してきたんで、ちゃんとこうリハで完璧にやって、本番は安心した状態で全力出せるように頑張りたいなって思ってます。ポイントありますか？ポイント、はい、目とリップです。目とリップです。強そうにリップ可愛いです。メンズたちに負けない迫力で頑張ります。疲れが取れてないのと、やっぱ曲芯が着地のちょっとやっぱ完全体ではないんで足がビビっちゃって、いつもタイミングが体の中で違うのが心配です。その前花火、ソータが出た回も最後決める時があったんですけど、まあ全然リハではできなくて、その時は結構本番成功するイメージが頭に浮かんだんで、なんかそれがリハでちゃんと決まればいいなって、ちょっと今怖いですね。おはようございます、構成ヘッドロックスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ステージ OK です。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん、そのままステージに上がって、まず照明、確認させていただきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今画面でも見た目肉眼でも大丈夫です。綺麗です。はい、で実際滑ります。
前から見たら綺麗。綺麗です。OK です。じゃあ。アドレナリン出るやろなと思って、うん、とりあえず斜めの頼んで下がる人誰って言うと確認はできたんで、ちょっと休んで振ろうか思い、今ここで頑張ります。いいですね、いい感じに、はい、リン君ももう1ヶ月間結構こう一緒にこう練習してきたんで、いい感じにコミュニケーションも取れて、いいリハーサルをリン君含め8ロックス迎えれたかなと。かくちゃんの思い的にやっぱりこう衣装を含め、はるかのこの写真を使われてたり、れいみちゃんのグラフィティ使われてたり、僕のグラフィティ入れてたり、なんか本当にメンバー一人一人で作り上げた衣装、そして作品を作りたいってことで、賀来さんから僕にもグラフィティをこう描いてっていう思いを受け取ったんで、いろいろこうイメージしながら自分もグラフィティ描かせていただきました。Dear to Differの意味は他人と違うことを恐れるな、なんか自分らのスタイルをちゃんと持って戦っていこうっていう、そういう意味を込めて、なんかこう自分のスタイルでこうデッキグラフィティを今回書かせていただきました。完成してもなんか自分の中のシルエットが気に食わなかったりして、もうめっちゃ書き直して、計多分何枚、50枚60枚ぐらい書かせていただいて、今回そういう衣装になってます。前々シーズン、はい、自分のこうグラフィティで CS こう優勝させていただいたり、なんかこう自分のグラフィティがこう衣装に使われるっていうのは本当に嬉しいことで、それも含め今回勝利つかめたら嬉しいなって思います。今日はなんかティラミス、めっちゃ美味しい。これでスイープですね。スイーツだけにってさっきてっちゃんが言ってました。はい美味しいスイーツだけに美味しいスイープします。なんと構成エイトロックス、今回モータルコンバットからモータルコンバットからリンクが参戦しております。もう我々後戻りはできない。さあ勝ちに行こうぜ。なあみんな、なあみんな、行くぞ。応援と投票よろしく。絶対 CS 行きます。リハーサル、まあ、僕ちょっとフットワークの部分だけ課題はあったんですけど、他は順調かな。やっぱ後半の畳み掛けが一番大事だと思うので、結構今回質もいい感じにできてきてるんですけど、やっぱ後半ちょっと疲れが見えるというか重く見える印象があったので、そこはちょっとだけ課題です。 SP のリン君とも話したんですけど、なんか相手じゃなくて、まあ僕らがやることやるだけだよねっていう話をしてたんで、なんか気持ちよく楽しく踊りたいと思います。会場に足を運んで歓声を上げて、僕たちもとてもそれが力になっているので、その賛成だったり応援っていうのに応えれるように全力で楽しんで踊り切りたいと思います。いつもありがとうございます。頑張ります。そうですね、リハーサルもみんな結構いい、もう平常心というかいい感じで終わったんじゃないかなと思います。
リハやる前よりはちょっと安心はあります。昨日よりはできてたので、あとは本番までに調整して自分ができる最大限を緊張せずに踊れるように楽しんで頑張ります。なんか初めて感ないぐらい馴染んでてやっぱりこういろんな多分現場やられているからステージ慣れみたいなのがすごいなと思って、私より緊張してないなって思いました。しょっぱなから自分はあのハローバックをした状態から始まるので、足をつかまれた状態でハローバックするのも自分だけでコントロールできなくて、2人のこのつかみ具合とか押され具合引かれ具合をこう一緒に感じながらハローバックをするっていう時間なので、結構ちょっと緊張感がありつつ、まあ、でももうみんなすごい信用してるので、自分はもうみんなに身を任せて自分ができることを精一杯頑張りたいなって思います。ラウンド13 CS 決められる一戦なので、絶対勝って今日勝って CS 進みたいです。頑張ります。はい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 いよいよですね。周りの結果がねどんどん出てきて、やっぱり見てて意識するやろうけど、なんか気持ちのこの作り方っていうのはすごいいい状態になってるように見えるんで、僕から見てても、うん、まあ一番いいものが今日あの舞台で今回のラウンド13の一番ベスト出せると思うんで、まあそこはもうみんな信じて、あとはもう気合い入れていこうって感じです、ね、気持ち届けるっす。はい、じゃあみんなエンジン組もうか。しゃ、じゃあ皆さん、まもなく本番です。なんだかんだ最終的にもうこの作品、本当にこのタイミングで来たっていうのがなんか自分にとってもすごい感慨深い内容で、まだ踊ってないんだけど、本当にもう今十分なぐらい嬉しい気持ちです。もうあとは結果つくもんやけど、とにかく気持ち、これが一番全部つながるし、自分にとって結構この日って結構自分たちにとって結構感慨深い日で、うちのメンバーもういろいろあったタイミングだったんで、とにかく全力で出したら全部気持ちが届いたら、それが一番大事な部分やと思うんで、もう本当にもう自分たちが一番今日いい踊りするっていう気持ちで、思う存分あの2分15秒あのステージを思いっきり一歩一歩大事に踏み込んで戦ってきてください。よろしくお願いします。いきましょう、ファン新戦。
見たか見たかこれいや、めちゃくちゃ聞こえました。もう無音の瞬間とかも聞こえるし、ショーケースで美味しい部分も結構いただけてると思うんで、その辺とかやっぱり歓声聞こえるとやる気になるし、声援ありきのショーケースなので、普段関わることも東京と大阪でないんで、一緒に練習とかさせていただける機会を増えて、クルーとしてすごいいいチームやなと思ったし、その団結力というか、みんなの気合いの入り方、すごい一つ一つ欠けてるんやなっていうぐらいのあれがあったんで、めちゃくちゃいいクルーやなと思いました。今回勝って CS に決まったと思うんで、もうこのままの勢いでガッツリいったら絶対優勝できると思うんで、そのまま突っ走ってください。応援してます。まあ、前面であるリンがこのステージで一緒に踊れたことがすごい嬉しかったですし、楽曲作ってくださったカツさんだったりとか、ディレクション入ってくれたカクさん、もう全ての思い、全部の思いが衣装さんだったり照明さんもそうですけど、全部の思いが乗っかって自分たちのダンスとして解放して、それがジャッジの方々や見てる方々に伝わったなっていう風な感じがしたので、すごい嬉しかったですね。そこがまず気持ちよかったです。まあ、CS といったらコース8ロックスでしょうっていう思いはありつつも、やっぱり優勝した時から僕たちも成長しましたけど、周りのチームもたくさん成長してきているので、どんな作品が当たっても勝てるような作品だったりとか作戦をみんなでしっかり立てて、 CS 必ず優勝して王座奪還したいなって思います。でもあと1ラウンド、ラウンド14もあるので、最後まで86の皆さんを楽しませれるようにいい作品作るので楽しみにしててください。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。楽しかったです。なんか久しぶりにみんなと一緒に踊れたのがすごい楽しかったです。幸せでした。いやマジで本当になんかもうレッドブルーレッドブルーみたいな、あやばいやばいブルーブルーみたいな、あーみたいな感じでした。本当にみんなのおかげで今日ステージ成功できたなって思います。
2シーズン目のチャンピオンシップ行ったんですけど、優勝したんですけど、私いろいろあって出れてなくて、で次のシーズンは絶対 CS の舞台に立ちたいって思ってたのに CS で行けなくて、今シーズンやっと CS 出場が決まったので本当に嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しかったです。いつもたくさん応援してくれて本当にありがとうございます。皆さん、皆さんの応援とコメントとか、もう本当にこのステージから見るみんなの顔でもう本当に自分も奮い立たされて、本当にダンスすっごい楽しいって毎回思えて最高に感謝してます。本当にいつもありがとうございます。その感謝の分 CS ぶちかませるように、ここからもっともっとスキルアップして、最高な、自分のパフォーマンスで CS 迎えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは、ご清聴です。皆さん、ビッグニュースがございます。我々コースエントロクス CS 確定しました。これも全て皆さんのおかげでございます。ディレクターから一言お願いします。ということで、残りレギュラーシーズンもう1試合残ってるので、このチームやったら絶対応援していいって思える僕らラウンド14も大事に踊りますのでCS リベンジ王座奪還絶対やってみせます。よっしゃー、乗るぞー。おおおいいな。やっぱりこのレジットっていうチームは本当に今シーズン無敗でもあったし、まあ、前シーズン負けてたりで、今回楽曲作ってくれたのがやっぱり一撃の勝さん、リベンジっていうこの魂だったり、いろんな思いを込めて戦った一戦でもあったんで、もちろんその CS に向けて今回の勝利でやっぱり決まる決まらない大事なこういう場面でもあったんで、なんか本当に今回は魂が本当にみんながこもって、それが見てる皆さんに伝わって、本当にみんなの力だったりパワーで勝てたパフォーマンスだったかなと思います。いやー、もちろんその嬉しいっていう気持ちはあるんですけど、やっぱり CS 決まったからにはやっぱり練習量も体も相当酷使すると思うんで、もう今日はもちろん喜ぶんですけど、また明日から気持ち切り替えて CS に向けて気持ちの整理だったり体のメンテナンスだったり新たなスタートかなって思います。皆さんの応援だったり投票、たくさんのパワーのおかげで CS 決定することができました。ラウンド14ももちろん残ってるんですけど、そこでももちろん皆さんにパワー、そして CS に向けてまた新たに火をつけて、必ず前回も言ってた通り王座奪還を取るんで、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。続いてラウンド14がまだレギュラーシーズン続くっていう中で、まあ決まったとはいえ、やっぱりその CS に向けて弾みをつけるっていうことは、やっぱりその14の戦い方みんな見てると思うよね。半分以上のチームが上がれないっていうところはみんな考えた方がいいと思うし、その人たちの気持ちと、その人たちを応援している人たちが、あ、コース8ロックスやったら勝ってほしいって思えるために、俺らは14も戦わなあかんって思うよね。次の戦いに向けてスタメンもサポートするメンバーも一緒に考えて戦うために、その現場を熱く作っていきたいなっていう気持ちを、最後まであの舞台で踊るために頑張っていきましょう。本当に今日は皆さん一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんか長いようで短かった。なんかどん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 えぐいプレッシャーがかかってくるっていう一日でしたね。自分たちだけの結果じゃなかったんで、でもやっぱりその結果が出る出ないで喜ぶ人、悔しい思いする人っていうたくさんの人のこの心が揺れ動く一日だったんで、まあ本当に自分たちもすごい心が動いた一日になりましたね。結構このラウンド13でもう猛攻のところでやるってなった時に、まあ、誰を入れようと思った時に、やっぱりあいつの誠実さと今までやってきた努力っていうところはこの舞台でももう物おじせずに絶対できると信じてたので、まあ、本当にチョイスできてよかったですね。この後まあ制作勢でももうすぐに次のラウンドと CS ありがたいことに決めてたんで、まあ、CS の話もしながら飲みたいなとか思いますよ。ちょっとは飲むなと思いながらも、僕明日また大阪なんで、まあ、帰るのには結構理由があって、今回なんでいろいろ重なったかというと、その僕らのモータルコンバットのチームメイトが昔事故で亡くなっている時に、それが5月4日だったので、日またいだらその日なので、ちょっと報告しに帰ろうかなと思って、今日勝てたよっていうの、うん、なのでそれが
ちゃんとできてよかったなって思ってます。本当に前シーズンマジで悔しかったんで、上がれんかったってことがマジで本当になんかこんなに悔しい思いするんやってぐらい味わったっていうのを走馬灯のようにグワーってで結果出た瞬間、今日あのジャッジの色を見た瞬間によかった、ここを諦めずにとにかく挑戦してよかったと思ったんで、まあ、ここからが勝負なんですけどね。今回本当に白星を挙げることができたのも皆さんの応援のおかげです。決まったとはいえまだやっぱ続くので、最終戦ラウンド14、あの舞台で中途半端な踊りはできないです。みんなに喜んでもらえるようなダンス、そして力を届けれるようにというところなので、このチームやったらマジで応援していけるなっていう風なところまで後押ししてもらえるように、チャンピオンシップラストまでまたここに僕が登場します。なので最後まで応援よろしくお願いします、はい、ではお疲れ様でした。ママ過ごした君を愛して